こんばんは、フィル・ザ・ウィンドです。昼間動画撮ってみたんですけどね、なんかボツっぽいなと。この動画上がってるってことはテイク3なんですけどね、とりあえず、ご紹介したいお話があるので行ってみたいと思います。では参ります。でですね、今回ロードスターなんですけれど、前回のね、ちょっと調子悪かった、いや、そういうわけじゃない、要は足回り交換せざるを得ない理由があって交換した話の続きなんですけれど、微妙にちょっと左に触れるって話でタイヤ変えたら直っちゃったんですけど、でも直したいと言っていただいたんで、またちょっと修理に出したんですよ。でその時ちょうどたまたまなんですけど、珍しく本当にたまたまなんですけどね、要はこういう立ち上がりの時の速度がですね、なぜかエンストしそうな時になると、要は低速がですね、ちょっとトルクが出ないっていうか、踏ん張れない感じになったんで、相談したらプラグコードだねっていう話になって、プラグコードを見てもらってたら、実はその根元、イグニッションですね、イグニッションもね、もう錆びてダメだということで交換する話になったんですよ。で今実際交換してもらってですね、戻ってきてみたら、会長最高ですね。で前回ついてたやつはシリコン系の電力流しやすいタイプついてて、今回はですね、もうノーマルと同じ太さの NGK のものをチョイス、ちょっと時間がなくてね、それになっちゃったんで、その理由も全部お話ししていきたいと思うんですが、一応ですね、どれぐらい違いがあるかっていうのは比較のやつは、ご紹介できると思うんで、そちらを見ていただければと思います。そちらをまずはどうぞ。はい、変わりまして、日中の写真撮影の映像になるんですけれど、プラグコードはですね、このブルーのコードに変わりました。これが NGK のやつですね。で奥の方にイグニッションコイルがあるんで、黒のそのまとまってる根元ですね、これが変わった感じです。で実際太さはどうかというと、外見的に見るとですね、この赤いのは、以前つけてたコードなんですけれど、太さを測ってみますとですね、今現在ついている方が7ミリでですね、赤い方が 7.45 ぐらいですかね、それぐらいです。ですから、コード自体の太さはほぼ変わらないぐらいなんですよね。ですから変化は、実際ですね、コードからはちょっと見受けられないので、効果のほどはですね、電流量の流れは中の導線ですよね、が太かった場合は、変わると思うんですけれど、実際ですね、この青コードをつけた時と赤コードを外す前の状況で見ちゃうと、差がですね歴然としてて、青いコードの方がもちろんいい状態になっちゃうので、若干比較はしづらいかなといった感じです。また夜の映像に戻しします。いかがでしたでしょうか。太さは違うからね、電流の流れはだいぶ違うとは思うんですけれど、実際体感できるかというと、買ったままの太さがあの赤いコードなんですけどね、赤いコードの方からこの青い細いコードに変わって体感できてないっていうより、逆に下がちょっとねトルクフルっていうか、要は元のロードスターの状態に戻ってるって形になってるので、実際シリコン系のコード新しいのつけたら、
まあ逆に多少となりとも肌で感じるほど良くなるのかなっていうところは想像にあるんですけどね。なんでその細いコードにしたかというと、Amazon プライムの翌日届くっていうのはこのコードしかなかったんですよ。まあ実際ディーラーのやつも翌日は届く感じだったんですけどね。でなんでディーラーじゃなく NGK にしたかっていうと、 NGK の方が安いんですよね。でまあ安い話はちょっと後でさせてもらうんですけれど、まあ実際 NGK つけてみてどうかっていうと、今話した通り調子はいいです。で今度はね、まあお題目の中心の話になってくるんですけれど、なぜ NGK にしたかっていうとですね、まあ要はメーカー品、メーカー部品のが安くていいって僕もイメージがあったんで、ノーマルだったらねメーカー部品迷わず選ぶんですけれど、なんか特筆したものがあったり好みがあったりすると社外品っていうチョイスをロードスターはしてるんですよね。で特にあのバイクなんかは逆にあの僕のポテンシャル以上にバイクのポテンシャルがあるんで、もう全然ノーマル、もう本当にもうホンダ純正品で、十分なん でしかも値段も社外品に比べたら安いんですよ。だから純正をね喜んで使ってるんですが、なぜかロードスターの部品、これねマツダのパーツみんなそうなのかもしれないんですよね。あのラジエーターちょっともう一台持ってるマツダ車ちょっとね壊れかけてるんで、話聞いたらあの社外で売ってる同じようなラジエーターの4倍するんですよ、マツダの純正が。で今回も NGK は3000円台後半ですね。で確かねマツダのプラグコードは6600円だったかな、約倍違うんですよ。でなんでこうなのかななんて思ってるんですけど、なんか最近高くなったのか、社外がそのまま値段据え置きだっていうのかちょっとよくわかんないんですけれど、マツダではねそういう現象が起きてます。あの私もあのできるだけノーマルに近いものを使いたいっていう意思はあるんですが、まあ、ここも違うとどうしてもコスパの方を選んでしまうし、純正の方が耐久性がいいとは言われてますが、それはあのデータ上の問題からですね、よりいいものを揃えてるっていうところがあるからだと思うんですよ。まあ、これもちょっと想像の範疇なんですけれど、ただ NGK の商品もですね、多分もうこんだけの実績持ってる商品なんで、あの変わらない耐久性で使えると思いますし、逆にシリコン系のもうちょっといいものを選んでも、あの刺して純正と変わらない消耗部品だろうと思います。耐久部品に関してはさすがにやっぱ純正の方が強いとは今でも信じてはいたいんですが、こんなに違うとは思わなかったんで、ちょっと皆さんに動画でお知らせをしたいと思って比較してました。で皆さんも、実際ですね、ロードスター、まあ、ロードスターじゃなくてもそうなんですけど、まあ、多分ね車に関してはもしかしたら純正より社外の方が、まあ、質の違いもありますけど、質も含めた上でちょっと比較検討してどっちがコスパがいいかちょっとですね購入前には考えていただいた方がいいんじゃないかなというご提案をこの動画でさせていただきたいと思います。まあ、逆に、コメント欄に、いやそれは間違ってる、純正の方が絶対いいよっていうご意見があるようだったらそれも勉強したいのでぜひ教えていただければと思います。まあね、せっかくなんでね僕もそういうのを覚えていきたいし、あのご存知だったら皆さんにその情報をシェアしてあげるって形でも声をいただけると助かるんですけれど、まあ、実際マツダの純正の方が高いし、耐久度もさほど変わらないように思えるので、どうかなと思いますね。でちなみにあのシリコン系のやつは NGK は、7900円かな、8000弱で売ってました。でマツダの純正はシリコン系の太い、プラグコードはないので、じゃあどうなってるかというと、オートエクゼが、ね、2万円ですね、2万円オーバー、やっぱ倍違うんですよ。ですので、コードだけでもそう違います。であと今回変えたそのイグニッションなんですけど、実はあの全く同じ形した社外品があるんですが、それがですね、今回買ったやつの3分の1まではいかないんだよな。でもね約純正の方が3倍弱高いです。でこんだけね価格差開いちゃうと、もうちょっと純正はいらないんじゃないのって思いますね。まあ逆にロードスターはそんだけ人気あって玉数の社外品があるから賄えてるの
かもしれないですけどね、ぜひですね、この動画を参考にしていただいて喜んでいただければと思います。今日はですね、ちょっと深夜で真っ暗なドライブになっちゃってますから映像がうまく届いてないかもしれないので、この辺で、お別れしたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございます。ぜひチャンネル登録をしていただき、まあちょっとすいません、定期的じゃないので不定期な時のお知らせとかですねベルマークを使っていただいてご利用いただけるのもありがたいです。最後まで見ていただきましてありがとうございます。じゃあ、今日はこの辺でまたね。映ってるかなって